イベント決定やったー、イベント決定。皆さん概要欄を見てちょっとチェックしてみてください。お願いします。待ってるぜ、待ってるぜ。タバトリス、キャクン、新しいねシリーズ企画を持ってきました。なんじゃ、アマゾン最低レビューの商品紹介。おーおー、タイトルなんかおもろくやな。今日はねアマゾン最低評価の福袋を買ってきました。何が入ってんだよ。気になる、気になる、何が入ってんだよ。最低よ。最低の開け方します。あー、うわー、うわー、ここにめちゃくちゃいいものが入っていてもお構いなく開けていきます。おーい、福袋ちっせーな。はい、まずねこんな感じでわけわからん袋に入ってます。プール、プール行くときみたいな見た目が雑。じゃ開けていきましょう。開けよう。何が入るのマジで。最低予想しよう、予想しよう、予想しよう、予想、予想。ハサミ。俺ねペンチ。ペンチ、あーいらねー。ホッチキス。え、ホッチキス、ホッチキス、ホッチキス入ってそうだ。光った光った今。嘘、え、待って、え、もう明るいのに動かし、絶対違うな。俺も今そこも光ったよ。え、全然今光ったよね。光った。あそこの窓の一番上光った。あの辺めっちゃ光ってるよ。え、窓の一番上。何そんな、何なんでそんな全体的に光見つけるわけ。この後ちょっと恐ろしいことありそうですけど。怖い。あとはもうハサミ、ホチキスですよ。なんでそんなみんなブーブー文具系が入ってると。ゴキブリジェット。ゴキブリジェットおもろいな。なんやろ。まあ洗剤とかですかね。つまんねえな。開けます。なんだ、はい、てれん、硬い、もう最低。ここが最低。こういうやつね、こうやって開けるやつね。ここに意味わからんロックがついて腹立つわ。腹立つわ。腹立つよ。いくぞ。はい、さあ、さあ、オープン。じゃあ何入ってる。めっちゃ気になるんですけど、なんだこれ。え、え、ゴキブリだと、なんかわけわからんではないけど、いきます。袋っぽい。てれん。これは、え、うわ、釣りか、うわや、釣りか。開いてるのこれが。これ釣り道具らしい。めっちゃ便利やん、こんなの。便利ではないやろ。ねえねえ、どこをどう見て便利やったね。いらないですね。開けてみます。分けある商品だ、分けある商品か。はい、魚。このお魚、魚、お魚、カエル。五流のカエルきました。魚間違えるんだ、これ。何、確かに、なんか間違えなそうなやつが書いてある。これは確かに、これ釣り好きな人が怒るんじゃない。だから、あー、そういうことか。釣るわけねえだろっていう。あー、気持ち悪い、気持ち悪い。いや、これ間違えないでしょ。これ餌と間違えへんやろ、これ。ほら、いや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 。いや、これ主食でしょ。うん、はい。あー、おいしい。80点。80点はめちゃめちゃ高い。80点は丸亀製麺ぐらい高い。で、同じやつ。同じやつかい。同じかい。同じやつが5世帯と。おー、色違い。あ、6世帯と。えぇ、あ、色違う。色違う。色違う。あ、色違う。こんな微生物いねえ。こんな青い、自然界にこんな色いない。こんな青い微生物いないでしょ。赤とかならまだなんとかなるけど、まあまあまあ、魚の方もびっくり。あ、色違う。いないでしょ。お、これ釣りぞ。あ、これはなんだ。これはね、あのね、多分ね、あのね、リカちゃんのカツラです。リカちゃんのカツラ。バカ薄毛じゃねえか。バカ薄毛。はい、ということで、これでリカちゃんの着替えセットです。はい。で、最後もこのね、リカちゃん金髪バージョンの着替え。おー、ギャルなんの。絶対光ってん。嘘。え、絶対光ってん。今ちょっと前出てたから俺見えなかった。見えなかったね、俺も。最低レビューを見て楽しんどるんや、俺らは。黄色にしたら糸バレんだろ、魚に。青か。まあ、ライトターンとレフトターンだね、これ。どういうことや。後ろに書いてあった。ライトターンとレフトターン。しばくそ。専門用語言っただけか。めちゃくちゃ同じ。全体的にリアクションは取りづらいな。まあ取りづらいね。ってことは、まあいまいちってこと。いまいちだろうね、これはね。俺がなんでこんな書かれたいか、まあ気になるってのもあるけど、評価がおもろいのよ。評価がおもろい。だいたいこういうのって評価おもろい。ああ。その評価も一緒に見ていきましょう。それおもろそう。これだ、これだ、これ。え、
高っ、うっそ高っ、皆さん、僕が買いました、このね、ゴミども、ゴミども、なんと値段12,200円、うっそ高っ、どれだろ、評価が1しかない、そりゃ1だろ、はい、ということでレビュー見ていきましょう、評価1しか初めて見たろ、一つ目、はいはいはい、はい、一つ目、ビールはもう多いメーカーなのに在庫処分感がひどかった、以降このメーカーのルアー買ってません、はいはい、マイナスのブランディングしてます、すごいね、すごいな、金返せルアー、二度と買わない、本当にひどい中身でした、ひどい、これはひどいわ、金返せ、ちょ、これ見てください、これはね、これこれ、買える、買えるらしい、買えるもどき、これ1万だよ、いやいやいや、1万も払ったらまあまあな、これだけど、福袋ってお得じゃなきゃいけないんだよ、そうだ、どう考えても原価割れするよ、本当に、だってこれやばいやろ、しても3,000円ぐらいだよ、これはね、はい、続いてサイズが極端なルアーで、自分では買わないようなカラーのルアーばかり入って、すでにオーソドックスなルアーを所持している人が買う分には予想外のルアーが手に入っていいのかも予測していたくじはもちろん外れ、当選率はいかほどか、はい、あ、なるほど、あ、くじがあるんですね、くじこれですよ、俺当たったら、これ当たったら多分バコーンすごいな気持ち、なるほど、そしたらもうね、星レビュー5にして返しましょう、なるほどね、外れ、この書き方ムカつくわ、はい、外れです、ということで続きですね、注文した後に釣り友からやめといた方がいいと言われて結果やめとけばよかった、コウメだらけにヘンテコな鉄板バイブまで入っていました、はぁ、鉄板バイブ、チンアナゴみたいなルアーとかショッキングな詰め合わせを買ってしまいました時計のくじも外れで、福袋買いたい方はここ以外を強くお勧めしますボロクソね、ボロクソ言われてます、どうなってるんでしょうか、コウメ5回ってこれだ、これのことだな、あ、これいらないもんね、これいらないよ、だってもう青いやつ入って、伝説の、伝説の伝説級の青いやつ入って誰も買ってよかったって人がいないね、そうだね、まあ僕は良かったと思います、エトスケ、そうだ、え、僕は何が入ってるかってワクワクさせてもらった、それだけでちょっと1枚払う価値ある、あー、袋を開けるだけでバカイライラしてたよ、硬い、硬いね、硬い、確かに何入ってるんだろうっていう、こうワクワクがすごかったね、そう、やっぱ YouTuber 的にありがたい確かに、この中でもなぜか僕はね、好奇心が無駄に働いて高い方買った5,000円のもある釣りわかんない俺らからしても、なんか多分ひどいんだろうなって、ちょっとこれ開けていい、あ、開けよう、この魚の部分が見た目だけで、うそそうだけどね、綺麗な感じ、ブラックバスとか釣れそうじゃん、だって釣れるわけねえだろ、釣るわけねえだろ、釣るわけねえだろ、ええでしょ、ええ、針あるよ、それ、それもちゃんと説明書書いてないからね、食わんやん、こんなん、あぶね、危ねえね、食う、食わねえ、食ってみる、どちらにせよこの金のキラキラはいらないと思うんですよ、そう、絶対いらん、これいらないと思うんですけど、俺があることによって食べへん、うん、これでね、ギラギラしちゃうからね、で、こういう鋭利なね、ものも入っています、てか、そもそもさ、これに食いつくやついんの、こんなでけえ魚ないね、ないない、ミミズみたいなやつ、誰に何釣ろうとしてる、サメ狙ってるのに、針のサイズ、そもそも作るこのね、アイデアひどくない、アイデアひどい、なんでこれ作ろうってなったの、ちょっと見え張って金入れましたね、俺とかだってもう誰も買わないよね、もっとなんかさ、透明でさ、もっと細い糸じゃないの、こういうのって、そう、ちょ、本当に太いの、バカ見えるやん、敵がね、全部ね、サメ目やで、だって全部サメの針超でかい、超でかい、ターボーだってちょっと擦れちゃう、本当は、確かにな、吸ってみていい、ダメでしょ、そういうテンション、そういうテン、いや日本語おかしいよ、それは、いいじゃん、でもおもろい、おもろい、おもろい、はい、ということで、はい、最低評価レビューシリーズということでね、これからやっていきますので、いや、面白いね、めちゃめちゃおもろいわ、これは、おもろい、これめちゃめちゃおもろい、好きなやつ、これめっちゃ好きやろ、出た出た出た、いっちゃん好きなやつ、いっちゃんではない、もういっちゃん好き、いっちゃん好きなのが3つあるから、3つある、ここはとこのシリーズ、このシリーズ、あと怖いやつ、心霊写真、結構前にやった、めちゃくちゃ前だな、めちゃくちゃ分かる、あれもう一回やろうよ、もう一回やりますか、じゃあやろう、第2弾楽しみにしてたら全然綺麗、コメント欄僕たちよく見てるんで、はい、またやってほしい企画とかありましたらリクエストしてみてください、お願いします、少しでもね、気になったりワクワクしたら、はい、面白かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします、お願いします、それでは次の Amazon 最低評価でお会いしましょう、バイビー、バイバイ、好きになって信じたってどうせ恋なんて、この一歩が踏み出せない自分が許せない。